私のジャッキーニュースチャンネルへようこそ。星野源夫婦喧嘩？コロナ感染症の療養中に家庭内トラブルを報告。一番辛かった。結婚指輪を外した。星野さんは7月26日の同番組放送終了後、違和感を感じてその後、陽性と判明。自宅では妻の新垣結衣さんとは文字でやり取りしていたといいます。歌手の星野はじめさんが8月16日放送の星野源のオールナイトニッポンで新型コロナウイルス感染での療養中に起きたトラブルを語りました。本人も一番辛かったというトラブルは一体何だったのでしょうか。熱で意識が朦朧とする中で考えろ、俺、と思案し、コロナだから業者さんに来てもらうわけにもいかないし、結衣さんに頼むわけにもいかない、と自らの左手を使うことを決断したそうです。当然汚れるので、結婚指輪を外していくぞ。とにかくテンションを上げて手を突っ込むと、そこにはトイレットペーパーの塊があり、懸命に引き出したようです。もう汗だくで。あれが一番辛かったし、パニックになった、と笑って振り返っていました。自宅療養期間で一番大変だったのは、喉の痛みがピークだった時に、トイレが詰まるというトラブルがあったそうで、自宅にはすっぽん、ラバーカップがないためかなり焦ったと報告。ラジオ視聴者からは、左手を使うという発想に至らないよ、普通さすが星の源笑い、ちゃんと指輪を外して突っ込んだって、ところに愛を感じた、など、星野さんらしい対処法に一笑いしているようでした。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために、私のチャンネルを購読してください。